神奈川県片浦村にあった国鉄、熱海線、根府川駅へ、蒸気機関車に、引かれた8両編成の、列車が入線してきた。その時発生した関東大震災が、引き起こした地滑りにより列車は駅舎、もろとも海へと押し流され転落。この事故に遭遇した列車の、乗員、乗客と根府川駅にいた乗客及び駅職員の、112人が死亡する、痛ましい事故が起きました。伊豆半島への行き帰りや、自転車のブルベでよく立ち寄る根府川駅には、そんな歴史がありました。